というわけで改めまして、キメイマルだ。とりあえず年始に休暇をもらったので落ち着きました。用務です。その代わりに私が年始出番があるそうです。用務です。さてさて、今回はどんなことをやるんですか？うむ、今回はもうすでに終わったクリスマスの期待とかで戦闘をやってみる。ということはガンブレになんですね。そういうことだ。すでに降臨たちがスタンバイしてくれている。街で行くぞ。遅れての投稿ですがどうして急いでいるのですか？とな、今回の動画より後に撮影されるガンブレ動画はな、画質向上のために機材を変えているんだ。へえ、そうなんですか。これまでのやつが5000円ぐらいなのに対して、これからの機材は5万円ぐらいしているぞ。涙拭けよ。俺の貯金の4割が消し飛びました。と、輸入先は現在無駄遣いを自粛している。ならどうしてその機材にしたんですか？ああ、いやね、この機材だと PS4 も撮影できるからさ、ガンブレさんが発売するまでの準備も兼ねているのだよ。話は以上だ。その機材で撮影した動画はお試しでパート4か5で出そうかなと思っている。いや、それ多分来年になってますよ。今回出す機体は正直紹介するほどのものだと思ってないんで、動画最後に紹介動画はやらないからな。じゃあ降臨、頼んだぞ。はいはい、降臨だ。今回はこのガンダムメリークリスマスで行くぜ。名前については何も言うな。パーツはあいうえお作文でクリスマスから、頭、クロスボーンガンダム、胴、陸戦型ガンダム、腕、ストライクフリーダム、足、マスターガンダム、背中、ストライクルージュ。そう、クリスマスだ。武装に変わないは何も考えからいから。いつものことだが今回は茶番なので会話も雑談ばっかだぜ。ところで皆さん、クリスマスはどういう感じでしたか？輸入先はこれの撮影をしながらサーモンとマグロをわさび醤油で食べてました。そして俺はかなちゃんの家の前でインターホンを連打してましたよ。ふふ、おかしいなぁ、ちゃんと合鍵は作ってたはずなのに開かないんだよ。中から声が聞こえたんで、パーティーで騒いでて聞こえなかったのかな。とりあえず今度新しい鍵の型を取るか、針金でこじ開けるか、どっちかで行こう。それがダメなら窓を割って入るしかないよね。うん、うん、どうしたんだお前ら。そんな犯罪者を見るような目で俺を見て。断じて違う、俺は変態というな。ただいま変質者が出現するというトラブルがありましたが無事捕獲できました。あれでもあいつがニューブレの主人公です。はい、とりあえず年始の動画出す頃には再生していると思うので大丈夫です。ガンブレさんで動画出す場合は霊夢を主人公にしておこうかな。あ、いや、3で出すときはリグルかスカーレット姉妹のどちらかで行くつもりだから。俺も選択肢にあるのね。一応設定上は降臨、霊夢の次にガンブレ強い設定だからね、君。のでにのでにいさ。ほいほい。サーモンうまかった。ちょっと高かったけどめっちゃ美味しかった。そういうリグルは今年のクリスマスどうだったのさ。去年はぼっちで居酒屋だったろ。キメイマルやカナリアと一緒に運送よ。ちょっと待って、それ俺知らない。命がけだったけどね、あいつらが。爆弾でも運んでたの？正直あんなことを去年もやってたのかと思うと何とも言えない。でも美味しかった。何が？ガンブレ動画初の4倍速。こういうのが面倒だから防衛ミッションとかやりたくないんだよね。本編だともっと喋ることあるからな。ただカットだけはしたくない。ところでさっきの運送用どうのこうのってのの続きが聞きたいんだけど、何？君ら責任者に黙って何か危ないことやってんの？危ない。うん、危ないだろうね。あれは、下手すると食われるしな。食われるの？なんか今度から俺も参加するっぽいからニューブレの撮影もほどほどになりそうだな。ああ、うん、君の出撃はあの二人よりないかないから大丈夫だい。今のところコロは。それはそれで悲しい。ふむ、やっと強化機体か。この機体さ、ネタで作った割にいい性能なんだよな。そりゃあそこそこできるように強化してるからねThank you.
今更だけどクロスボーンの頭も覚醒とかすると変形するよな。その前の作品とも言える F91 も同じような変形するからね。こういう繋がりもあるんだろうね。よし、これで終わりだな。で、これが試作型ザクタンクネオだ。なぜかゲーム内で名前が試作機型になっているが、まあいいだろう。マジすんませんでした。正直さっきのやつもこのミッションで良かったんじゃね。3分で終わるから。正直そんな短いのはどうかと思うんだよね。3分だから。タンクって言うけどさ、背中にサザビーのファンネル積んでるぞ。いつ誰がタンクがファンネル使ってはいけないと言った。ファンネル使った結果がひどいのがわかるんだよ。それで、今後の本編の期待はどんな感じになるん？ね、まあ降臨はブルークロスの派生でスタンダードな感じにして、霊夢の剥霊は、本人次第だな。リブルのはユニブレイチで出したリブルアームズの強化機体にしようかなって思っとる。まあ、タイプとしてはこんな感じにしようかなって。なんかアバウトな書き方だな。そういうもんでしょ。というか途中で出てきたレミリアとかカナリアたちは？それは現在進行形で、考えてます。まあ実はレミリアは今後本編でレギュラーに昇格するから手は抜けないんだけどね。ああ、だからさっきのガンブレさんの話で主人公候補枠に入ってたんか。これさ、射角の都合で一定範囲内のやつには当たらないんだよな。というか方向ずれてても謎の力でありえないカーブになっているんだが。後のコビブンガンダムである。ビームが。曲がる？この滑り込みはタンクとしてどうなのか。スカーレットジオングやカゲロウスザクとかでもそうだったけどさ、現れる前からギフト展開って結構鬼畜だよな。出現、ターゲットロック、攻撃開始がほぼ自動だからな。で、強化機体が出たわけだが、とりあえず前段打ち込むというエグさがなんとも言えないな。それをやってるのは君だろうが。というわけでそいつで最後だからちゃっちゃと終わらせようか。あいよエース機の撃破に成功、おめでとうございます。最後の敵が撃破されました。ミッション成功です。今回無言が多くなかったか。いつものことでしょうが。それに会話のネタを凝縮した結果だからな、仕方ない。さてさて、パート3はどうなりますやら。